この映画沖縄で撮影ということで、撮影の時の裏話とかエピソード面白いものがあったら少しご紹介いただけますでしょうか。なんか仕事でその沖縄に行けるっていうのは個人的にはやっぱちょっとテンションが上がってしまいまして、あと撮影がお昼っていうか日が沈んだらもうやんなかったので、いつも深見さんとダブル元木でお酒を飲みに行ってました。はい、飲みまくってたな。飲みまくってた。お酒はお二人強いんですか。どうですかね。でもすげえ飲むんで僕途中でいつも潰れちゃってたんですけど、そうです、よく撮影できてたなっていうぐらい飲んでましたね。僕は最後の最後ですかね、本当1日っていうかもう半日もないぐらいの数時間でプラッとやらさせてもらったんですけど、ダブル元木とも、お酒に行くこともなく。あ、そうだったんですね。はい、だと、はい、奥さんの友坂さんの撮影が終わるのを待って飯場に行くみたいな。友坂さんのお話が出たので、おめでとうございます、ご結婚。篠原さん、おめでとうございます。今回は友坂さんから演技指導というか映画の話はされたりしたんですか。ないですね。自分のお仕事をされている姿を見せないというか。あ、そうなんですか。はい、はい、鶴の何ですかね、日本昔話みたいな感じじゃないですけど鶴の恩返しみたいに、はい、撮影中になんかミラクルなことが起こったかなっていうのもちょっと聞いてみたいんですけれども、なんか2月の沖縄って本当にさっきまで晴れてれば雨が降ってしまったりっていう、そういう撮影に向かないじゃないですけど、うん、そういうなんか天候に悩まされてたってところあったんですけど、その車のシーンで変な間が埋まるっていうところも雨でこうワイパーが動いたりだとかしているところで、はい、なんか雨降ってくれてありがとうっていうか、欲しくてやってるわけじゃないけどいい方向に行ったんじゃないのかなっていうところは、うん、なんか奇跡じゃないですけど、うん、空き時間に野球オープン戦見に行ったんですけど、中日とロッテのファールボールが飛んできて嬉しかったなっていうそうですね。もうなんかダブルの時がすげえ背がでけえなっていうのすげえミラクルですよねでけえな。深見君なんか特にもうすげえでけえな。何センチあるんですか。187。187、はい、僕はでも176ぐらいですから。そうですね、はい、そうですねって皆さんの笑いが起きてるの。僕の身長が178なんですけど、あ、はい、ちょっとスネアさんとそんな変わんないなって思いながら、ね、撮影してました。ミラクルな感じ、はい、サウンドトラック主題歌ユニバースという主題歌なんですけれども、最後すごく印象的な感じですもんね、曲が流れる場面っていうのは。そうですね、はい、この流れでどうやって使われるのかなと思ったんですけど、うん、まあ、無理から差し込んでもらってなんかすごいでもいい感じですよ。なんて言うんだろう、後味がいいっていうか爽快感のあるような作品だなというふうに思って、うん、バッチリなんかすごくいい感じで PV みたいでしたね、そこ、はい、はい、映画廃材、お時間はそう90分もなく70分ぐらいの作品になっているので、すんなりと見ていただけて最後は何かを感じていただける作品だと思っております。沖縄チャタン中心に撮ってたんで、海とかないかもしれないですけど、すごく行きたくなる映画だとは思います。楽しい映画だと思います。なんか変な、なんていうか分からないですですけど、 見終わった時になぜか爽快感があるみたいな理由はちょっとよく分かんないんですけど、腕を組んで見るような映画ではないと思いますね。音楽も含めて楽しんでもらえたらと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。本日のゲスト、お茶屋元木さん、深見元木さん、そしてスネオヘアさんです。どうもありがとうございました。皆様どうぞ大きな拍手でお送りください。ありがとうございます。